西日本では雲が多くにわか雨やにわか雪の可能性がありそうです。どういった原因があるんでしょうか。はい、こちらですね、低気圧から伸びる前線が通過をしていくんですね、うん、早速現在の雨雲雪雲の状況をご覧ください。ウェザーニューズ独自の、AI レーダーで、こちら見ていきますと、青の表示が雨、そしてピンクの表示が雪ということになりますけれども、現在日本海に低気圧が一つありまして、そこから前線がですね、このような形で、伸びる形となっています。でこの影響でですね、西日本の各地、日本海側のエリアを中心に雨や雪となっていまして、この時間の皆様からのリポート見ていきますと、8時30分現在です。太平洋側の各地このように晴れのご報告多くなっていますが、一方日本海側のエリアはこのように雨やみぞれのご報告ですね。そして中国山地など標高の高いところでは雪となっているような状況です。でこの後この雨雲雪雲ですね、次第に南下をしていきますので、今晴れている瀬戸内エリアですとか、まあ、太平洋側のエリアなどでもこの後は変わりやすい天気に注意が必要となります。この後の雨の予想雪の予想を見ていきますと、はい、こちら朝9時の予想となります。でこの後日中の時間帯、注目はこの西日本の灰色のエリアですね、うん、こういったところ弱い雨や弱い雪の、降るようなところとなります、はい、午後の時間帯見ていきましても、この前線が通過する影響で各地広い範囲で雨や雪となってきそうです、うん、平野部のエリアでは基本的には雨、うん、そして、まあ、標高の高いところになってきますと雪という形となりますけれども、前線が通過していくタイミングで一時的に雨や雪となりますので、うん、天気の急変には注意をしてください、はい、折りたたみ傘があると良さそうですね。はい、そうですね、はい、急な、天気の変化ありますので、雨具をぜひですねお持ちください。はい、最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただくことができます。